はい、ズッキー。めちゃめちゃ可愛いパーティーだな、これ。え？すごい可愛いパーティーしてらっしゃる。ただバトルにおいて可愛さなんて必要ない。かっこよさ、そして強さこそがバトルにおいて必要なものなんだ。ダイアイス。あか、強っ。さあさあさあ、このモロハの付け当てるかどうかだぞ、ガチさん。これはあんたの初の活躍だ。やってくれ、倒せ。よし、やりましょう。こんばんは。こんばんは？マグです。どうも。前回の動画ではカジュアルバトルを、やりましたね。UB 統一で、リハビリがてらにカジュアルバトルをやりましたけど、今回から11月の1日からね、冠の雪原のポケモンたちが加わったレギュレーションのランクバトルが、シーズン12が始まったので、そちらに参加していきたいと思います。というわけで今回はランクバトルですが、僕のこの剣盾の対戦においては、これが初のランクバトルになるので、かなり緊張しますが、まあ、自分のポケモン信じてね、やっていきましょうか。今回作ったパーティーはこちらですね。ガチゴラスと、ガラルフリーザをダブルメインにした。今回はちゃんとね、列を間違えないようにして、前回の反省を生かして今回はちゃんとした列を組んできました。先ほども言ったようにガチゴラスとガラルフリーザをメインにしたパーティーです。もうね、完全に自分で考えたパーティーなんで、それがうまく通じるかどうかわからないんですけど、多分いけるんじゃないかなと思うんですけどね。完全にビギナー Q1 からやるのでどうなんだろうか。コンペモンさん、対戦お願いいたします。さあやっていきましょう。いきなりなかなかガチガチな感じで素晴らしいですね。僕はこういうガチガチなパーティーと戦うのが結構好きなので。さあどうしようか。ミミッキュがいるな。ミミッキュがいるぞ。僕のパーティーはミミッキュをどうしたらいいんだ。ん、ミミッキュはどうするんだ。ガチゴラスはミミッキュで止まるんだけど、どうしようかな。多分初手カバルドンでステロマイテ来るか、いきなりドラパルトで来るかだと思うんですよね。初手ガマゲロゲで行って、初っ端からガチゴラス使うつもりでしたけど、ちょっと相手のパーティー的にこっちで行ってみた方が良さそうかもしれないですね。というわけでガラルフリーザー主軸の方で行ってみようと思います。よし、剣盾初のランクバトルだ。頑張るぞ。あー緊張する。ポケモンバトルってただでさえ緊張しますのに、って初手ミミッキュってことは呪い型か何かかな。ちょっと厄介かもしれない。初手ミミッキュは。どうだろう。耐久型の可能性が高いけど、とりあえず割りたいので、ネットをぶちかましていきましょう。あ、普通に殴ってきやった。うわ、結構入るな。攻撃もダウンする。弾か。初手で来るから呪い型とかそういう特殊型かと思ったけど、まあでも相手別にトリックルームして美味しい味方もいないし、普通に攻撃型と読むのが妥当だったか。ふんふんふん。次のパンチでやられてしまうので、一回守ります。ダイマックスされるかな。一回守ってで、HP を回復しますね。このガマゲロゲは完全に特殊受けなので、弾持った物理に押されると厳しいとこあるな。ってわけでガオガエに引きます。まあ一回ね、回復入れといたんでまだまだ使えるでしょう。ガオガエは、威嚇の物理受け捨てゼリフ型ですね。積んできた。積まれるのはちょっとまずいかもな。なので鬼びれとくか、無難に。ダイマックス切られるかな。お、2連積みしてくる。
うんうんうん、鬼火してこのままガンガン積まれたらきついな。一発オーバーヒートぶちかましとくか。 PP を全然上げれてないのが厳しいけど、さあどんなもんだ。まあ耐えるよね。鬼火も入れたしね。鬼火入れなかったら二角取られたけど、鬼火のおかげでなんとか。オッケーオッケー。やけどと玉ダメでどうなるかってところだけどな。うんー、どうしようかな。ここ捨てゼリフ入れてもいいし、素直にオーバーヒート打ってもいいかもな。ミニッキーは倒しておきたいので、うん、素直にオーバーヒートでいいかもしれない。当たるよね。まあ耐えるんで玉ダメで OKOKOK。 さあお盆の実を食べて回復しましたが、ガオガイの仕事はまだあるんでね。さあ何で来るか。まあちょっと犠牲が大きかったけど、うわ、ギルガルドか。ちょっときついね、これは。フリーザで行くのは厳しいかもしれない。特殊型がどうかってところだけど。ギルガルドはちょっと厳しいな。ガオガエンがもうちょっとないと。HP ないと厳しいね。さあ、聖剣かな？瓦割り。ってことは物理型か。さすがにやられるな。それとも両刀型かどうかってところなんだけど、どうなんだろう。難しいな。これは難しい。ちょっとガマーゲロゲ一回いきますね。どうにかギルガルドを突破したいところ。さあここはキングシールドでフォルムチェンジしてくるかどうかなので、一回身代わりでもいいかもしれない。そのまま殴ってこられたらきついけど、相手的にも一回ここは禁止挟んでおきたいとこなんじゃないかな。どうだろうか。多分こっちのガマケロケの方が早いんじゃないかな。オッケーオッケーオッケー、禁止挟んできた。オッケーです。禁止。このガマケロケの強いところが出るぞ。まあガマケロケっていうのは昔からそうなんですけど、自分より遅い相手にはめっぽう強いですよね。なかなかの耐久をしてるんで。守るで一回回復入れてもいいんだけど、そこで変に積まれたりするとだるいので、いやでもどうしようかな。どの道相手シールドフォルムだし守ってもいいかも。でまた積まれる可能性あるしな。でもとりあえず一回守りますね。変えてくるかな、どうかな。守り、バトルスイッチ、鍵打ちか。なるほど。相手ここで鍵打ちなのはなんでなんだろうか。ゴースト技がもしかして鍵打ちしかないのかな。とりあえずここ熱湯でいきます。だって先にそう、そのフォルのまま熱湯食らうの厳しいんじゃないか。なかなかいいダメージ入る。やけどはしないか。瓦割り、身代わりは消える。ここどうかな。守る読まれやすいところだと思うんだけど、どうでしょうか。相手も食べ残し型か。なるほどね。さあ身代わり読まれるか。どうだろうか。とりあえず身代わり、おタイマックスしやがった。ちょっと厳しいけど、でもなんか悪くない展開かもしれない、このままいけば。ただタスキを持ってるやつがいたら厳しいかもな。どうかな。とりあえず身代わり、タイマックスターンをこれで無駄にしていこう。相手の大フォロー、
いいぞ、ガマゲノゲ。なかなか活躍してるな。僕は海流ポケモンが結構好きなんで、冠の雪原で月光河が来なかったのがすごい悔しいというか、惜しかったのですが、このガマゲロゲとドキョクとか他にもカエルポケモンいるんでね、そのあたりうまく使っていきたいところです。まあ僕の方がね基本的に早いんで、このまま身代わりを張り続けますね。相手はこれ完全にダイマックスを無駄にしてしまったので。タコ、で次のターンはさすがに身代わり張れない HP なので殴ってきましょうか。あー結構相手にも回復されちゃったな。ガラルフリーザーで一発で持ってけるところまで削りたかったけど厳しいね。ギルガルドって確かダイマックスするとキングシールドを したところでフォルムチェンジできないからあんまり強くないんだよね。ダイマックス適性があんまないんだっけか。まあ、これは素直に倒されましょう。さあこっからだな。こっからが、さあ、ガラルフリーザがどう活躍していくかなんですけども、まあガマゲロゲの活躍のおかげで結構ギルガルドは削ることができたんで、本当にここから、頑張れフリーザ。このフリーザ君は、アズラエルというんですが、名前がね、ちなみに僕のじゃないです。完全にフレンドさんに、用意していただいたものです。まだ冠の鈴剣一切プレイしないので完全に用意していただいたものですけど、ですねここ多分相手影打ち打ってくる可能性が高いので、もしかしたら弱歩発動で大ジェットいけるかもしれない。どうかな。それともさすがに弱歩読んでくるかもしれないね。なんかガラルフリーザは聞いたところによると結構弱歩型が多いみたいなんで、もうランクやってる人だったら読んでるかもしれないね。弱砲で他の技で来るかもしれない。でもこっからフリーザで無双できなかったら負けだ。さあどうだ、ハゲ口来た。オッケー、これは全然耐えますよ。で弱点保険が発動する。オーケーオーケー、ここまで試合展開が読み通りになってる。さすがに倒せるでしょ。緊張でめちゃめちゃ噛むな閉まらないな。でもすごいいい展開になってるんですよ。これはかなり僕が読んでた通りの試合展開になってきました。ドラパルト、ただこいつがタスキだったら負けかな。どうだろう、どうだろうね。とりあえずここも大ジェットでいきます。さすがに弱発動してるからドラパルトぐらい飛ばせると思うんだけど。オッケー、オッケー、ああ対戦ありがとうございました。しょっぱなから決めてくれたぞガラルフリーザが。これはかなり気持ちいい。よかった、初戦負けたらどうしようかと思ってた。よかったよかった、勝つことができた。ああめっちゃ緊張した、カミカミでしたけど、ああやはりランクは緊張するなぁ。いやでもすごい気持ちいい戦いだった。なんか育成してた時にこうなるだろうなって予想してた通りにいろいろ活躍してくれたんで、ガオガエンもガマゲロゲもかなりいい戦いをしてくれました。正直ガラルフリーザだけだったら厳しい相手、ゴーストタイプ3体でかなり厳しかったんですけど、それを完全に、ガオガエンとガマゲロゲが拾ってくれましたね。後で遊んであげよう。このまま、次行きます。さて、お次の対戦相手がルナさんですね。めちゃめちゃ可愛いパーティーだな、これ。すごい可愛いパーティーしてらっしゃる。ただ、バトルにおいて可愛さなんて必要ない。かっこよさ、そして強さこそが、バトルにおいて必要なものなんだ。炎が早いな。うわ、大文字かよ。あ、痛い、これは。耐える。耐えたけど、宿り気で死ぬぞ、これ。まだある、まだある。全然まだありますよ。結構絶望的な状況。ダイマックスもこっち切っちゃったし、結構絶望的な状況なんですけど、まだチャンスはあります。うわ強い、マジか、一発でやられる。いやー全言撤回しますね。うん、完全にボコボコにされたので、可愛いが結局強いんだということが分かりましたね。はい、さあ次の相手はイブイブさんですね。
氷っぽか。なるほどね。初手ガブで来るかな。初手ガチゴラスでいいかもしれない、これは。うん。ただテテフ初手に気合のタスキかスカーフテテフが来るとちょっと厳しいかも。ガオガエン持ってってまたテッカグヤが来た時のためのガオガエンもありだなって思うんだけど、いやでもまたフリーザでいいかもしれないな。これはちょっとこれでいってみます。しょっぱな氷っぽか。あー氷っぽってどうなんだ。氷っぽってつらら落とし覚えるのか。覚えるよね絶対。つらら落としじゃない、つらら張りだってなるとちょっと厳しいかも。うん、これはちょっと厳しいな。アーマーが引きで、氷っぽのあんまデータがないものでちょっと危ない賭けになるので突っ張るのやめましょう。よちがいアーマーがかっこいい、何回でも言うよ。原太鼓型か、そうかそうか。原太鼓型だったらモロハで殴っちゃえばよかったか。失敗したな。ね、こうなかなかの火力出されちゃうね。ちょっともう遅いかもしれないなこれ氷っぽにボコボコにされそう。次の、あれにつなぐためにガチゴラスにつなぐためにドリルくちばしで割っといていいけど、そうなると素早さが上がってしまう。あ難しい。ビルドアップ体力は上がらないけど、相手の腹太鼓積みのダイマックス。ドリ口で素直に殴っとくべきだったかもしれないな。ただあれだよね、確かダイマックスであられを振らせると、うん、治るんだよねこの顔って。いやー強いな、なかなか強いポケモンだ。さあこのビルドアップがどれだけ耐えれるかどうか、それに限ってんだけど。ダイアイス定数ダメージも入るしな。あか強っ、こんな火力出るか、さすが原太鼓だな。まあ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 いいでしょう。ここはこれで、こいつは物理を受けた時にあの顔が1回だけ受けるっていうミニキみたいな特性してるんですけど、まあ、それも物理の話なのでここで僕もダイジェット進みます。これで倒せれば御の字、倒せなかったら負けだな。もうさあ火力を上げて、とりあえずガチゴラスで殴っても氷の顔で一回防がれちゃって、いやただの無駄死になってしまうので、フリーザーでさあ倒せるか。 S は上、こっちが取ってるよね。いけ、あー倒せない、くそー硬いな、こんな硬いのか。わあ氷っぽにボコボコンされる図。なるほどね、こういうポケモンもいるのか。いやいい勉強になるな。オッケー、もうこれは望みなしなので諦めましょうか。スケールショットがどれだけ入るかで違ってくるかも。一発目で多分壊せるでしょ、壊すでしょ。このアイスフェイスが壊れた後にスケールショットで倒せればまだあるかも。もうだいぶきついけど、もう一発、あと2発撃たないとか多分これ向いた。いけた、オッケーオッケー倒した。ただあられが降ってるからタスキ潰れるんだよね。さあガチさん、あんたの 独断場だよ。こっからあられダメージが厳しいね。なんだ、ふんふんふん、キッスか。まあ、S1 ランク上がってるし、スカーフじゃなければ、スカーフでもこっちも早いかな。はい、ズッキー。オッケー。あれ、案外、
やばいと思ってたけど、いけるかもしれない。希望が出てきた。なんでキスから来たのかわからないけど。タスキガブリアスが来なければ勝てる。エースバーンあるかもしれない。S1 段階が合ってるし。さあさあさあ。このモロハの付け当てるかどうかだぞ。ガチさん。これはあんたの、初の活躍だ。やってくれ倒せいけ !OK! え、今声割れちゃった。大丈夫 ?OK!OK!OK! わあ、完全に諦めムードだったけど。対戦ありがとうございました。さすがガチゴラス。すげえ。さすがの火力だなあ。あそこでスケールショットを打って倒したのがでかかった。いやーよくやったガチガロス。いやー僕の完全に知識不足と選出ミスのせいでから、かなり不利でもう諦めるっていうところでしたけど、ガチゴラスがすごい活躍してくれた。いやーさすがガチゴラスだな。いやーかっこいいし強いし火の打ちどころがない。てかスケールショットがほんと強いですね。さて、今回の対戦はいかがだったでしょうか。というか、僕の、知識不足や、経験不足のせいでかなり、不甲斐ない、試合内容が、ちょこちょこあったと思いますが、お見苦しいものを見せてすいません。このあたりは、そのあたりは、まあ、これから経験して、埋めていこうと思います。いやしかし本当にポケモンたちが頑張ってくれてよかった。結構諦めたところもあったけど、特にこのガラルフリーザのアズライル君と、ガチゴラスのガチさん、そしてこのめちゃめちゃかっこいい色違いアーマーガーのサリバーンが活躍したな。いやーすごいみんな頑張ってくれたよ、ありがとう。特にね最後のガチさんの働きは著しいものがあったな。さすがだな。素早さ上げてからのモロハンズ付き連打がやっぱ強いね。最初は頑丈アゴにしようかなと思ったけど、やっぱり石頭にして正解でしたね。デザインもかっこいいし、いいことなし。いやーガチゴラス使いたかったんだよね。サンムーンでは育成してたんですけど、サンムーンのランク対戦をやめるときに育成したもんで、結局試運転も何もせずボックスに眠ったままだったんですけど、こうやって活躍させる機会ができて嬉しいですね。新しい新技もかなり強かった。いやーちょっとまだまだ全然ランク低いんで、上げながら、動画投稿していこうと思いますので、もっとね、上の戦いとか、見せれるようになったら、楽しんでいただけるかなと思いますので、とりあえず今日はこの辺りで失礼いたします。よければ、チャンネル登録など、お願いいたします。